先日、アリのエンサイクロペディアのチャンネルをご視聴いただいている、アリのお友達の一人から、小包みが届きました。結構大きな箱ですね。開封して、中身を見させていただきます。なんとですね、中にはアリの飼育の、グッズ、いろいろなものが入っていて、このような、素敵な、アリの飼育ケースも、中に入っていました。左右と上の部分に、なんかネジのようなものがついていて、中は綺麗に作られた部屋が確認できますね。こんなものをいただけるなんて本当に、初めての経験です。本当にご厚意に、感謝しています。改めて本当にありがとうございます。今回いただいたのは、エスティランジア社製の、ハイブリッドネストタイプ G という、商品でした。ラッピングを解いて、よく、巣を観察してみたいと思います。綺麗な、飼育ケースですね。どのように、使うことができるのでしょうか。ガラス製の、天板ですね。上のあの透明な板がついてまして、上下左右の、4つの点で、マグネットで固定されています。結構ですね、マグネットが、小さいんですけれども、結構磁石が強力でですね、実際に触れてみると分かるんですけれども、例えばひっくり返しても絶対に取れなそうな、強力な磁石でついています。ネジなどではないので、とても綺麗にこうガラスが取り付けられている印象ですね。ガラス板はとても綺麗で、例えば、アクリルや、ポリカーボネートの、ケースに比べると、やっぱり一段階透明度が、高い感じがしました。でですね、合計10個でしょうか、円形の部屋が、形作られているんですけれども、各部屋が、トンネル、結構たくさんトンネルが開いてるんですけれども、それで、つながっていて行き来ができるように、設計されています。それからここにですね、小さな穴が開いていて、こちらは給水口になっています。どんな感じで給水ができるのか、ちょっと試してみたいと思います。このケースの場合はこの右下と左上の、場所に給水口がありました。このように、シリンジに、細い、給水口を取り付けまして、こんな風に水を入れてみたんですけども、中に入っているのが見えますね。はい、こんな感じで水が中に入れられます。ですので、天板がついた状態でも、そのまま水が入れれるという感じですね。はい、中に、それから部屋の中に漏れないんで、それもすごくいいですね。で、実際にはこの給水口の、水が出てくる部屋の方には脱脂面が、入ってまして、より一層脱脂面があることで、給水の効果が、あるのかなと思います。このように、脱脂面を元の状態に戻して、また、取り外した天板ですね、ガラス製の天板を上にまた取り付けます。それから最初に外すときに、最初に取り外しましたマグネットですね。これを天板に置きます。結構強力なのでガチンと
取り付けが、可能です。あとまあ綺麗ですね、ネジじゃないので、まあ、見た目もすごく綺麗です。でこのようにひっくり返しても全然外れません。それからですね、ケースからの、他のケースへの接続ですね、上下左右4箇所に、チューブ接続が可能です。もともとですね3箇所にはこのようにこうネジ式で取り外しができる、ストッパーがついてるんですけども、1箇所はそのまま開いていて、こちらに、まずチューブを取り付けてみます。結構ですねサイズが、まあ、簡単に抜けないようにぴっちりのサイズで作られているので、まあ、結構力を入れて入れる感じですね。なので、まあ、簡単には外れないようなちょうどぴったりのサイズになってました。で他の部分はこのようにネジ式の、ストッパーがついているので、このように、回して外してあげると、他のチューブを接続することができます。では、実際にアリを入れてみたいと思います。どんなアリを入れようかちょっと迷ってたんですが、最初、この林黒山アリの初期コロニーを、入れようかと、考えたんですけれども、ちょっと直前で考えを変えました。今回は、ちょっと考え直しまして、こちらの飴色割りに入ってもらおうかと思いました。でですね、ケースの吸水の、方法などから、まあ、床面が多分湿らないような形になると思うので、まあ、土の中に巣を作るタイプのアリよりも樹上種、木の中に巣を作る、こちらの飴色割りを、チョイスしました。ケースに接続して、遮光用に、光を遮るこの赤い、フィルムですね、これをかぶせました。アリは赤い光が、見えづらいので、実際にはアリにとっては暗い空間に、なっているはずです。で早速ですねワーカーが偵察に、やってきました。トンネルを通ってこんな感じで行き来ができてますね。それから3日後の、様子です。このようにすべての、コロニーが引っ越しを完了しました。結構ですね、他のアリいろんな引っ越しをしているんですけども、割と早くケースの中に入ってくれた印象です。でおそらくですね湿度の、関係で、まあ、給水口近くの、部屋に、コロニーの、本体が陣取った感じですね。ある程度の、まあ湿度、これを求めて、この部屋をチョイスしたのかなと思います。でトンネルでつながった他の部屋も、ちょっと見てみましょう。まあ、餌の、ミルワームが運ばれてますね。それから、まあ、少量ですがワーカーが他の部屋にも少し佇んでいます。こっちの方にはアリは今いない感じですね。ほとんどが、メイン部屋にいるような感じになっています。でですね、今回こちらの、接続口から餌場をつなぎました。今はちょっと餌は入れてない状態ですね。では、このケースの中で観察できる風景、まあ、簡単に、撮影してみました。こちらは、コロニー本体ですね。こちらの給水スポット、出し面があって小さな穴から給水を済ませてあります。
こちらの給水スポットの近くに、おそらく適度な湿度を求めて、コロニー全体が入っている感じです。それからこのように小さなトンネルで、隣の部屋に、つながっているので、まあ、こんな感じで、なんとなくこうトンネルからこう顔を出すようなワーカーが見られたりします。なんかこう部屋からなんか見張ってるような配置に見えますね。それからこちら室内を、歩いているワーカーですけれども、やっぱりこのように、トンネルを通って、隣の巣に、ごめんなさい、隣の部屋ですねに行き来をする様子が観察できます。それからこちらが餌置き場になってるみたいですね。こちらのコロニー本体から、ワーカーが出入りする、様子ですね。それを見ています。はい、こちらも、結構なワーカーが、歩き回っています。で、こちらですね、カメラのちょっとアングルを変えまして、部屋の、トンネルの部分ですね、これを横から、撮影してみています。こんな感じで部屋の、扉みたいな形の、トンネル、ここからワーカーが外を向いている様子とか、そういったものが見ることができます。それから部屋の中には、美しい飴色終わりの姿です。色的に結構この巣にマッチした色になりましたね。はい、ということで、今回ですね、エスティランジア社製の、ハイブリッドネストタイプ G という、商品ですね、アリの飼育ケースになります。こちらを、使ってみました。中に入れたのは飴色終わりですね。とても綺麗な部屋割りと、それからよく考えられた、給水システムや、それから部屋のこうつながり方ですね。はい、こういったものを通して、アリの、巣の中、それからアリの行動が観察しやすくなっています。あとは、ガラスの天板なのでやっぱり透明度が高くて、すごく観察がしやすいかなと思いますので、またこちらの飼育ケースを使って観察を進めていきたいと思います。